だから、あとこう言って。どんなプレゼント？表情みたいな。なんか学校で提出しなあかんのっていうところが困る。唯一って言われてた。46歳からのヘッドスピンですね。途中経過なんですけども、あれから、頸椎ヘルニアになりまして、まあ、基本的には痺れててですね、あまり練習を控えております。ですが、まあライブ開けてたまに数回、たまに開けて数回みたいなことをやってまして、かなり最近はスランプで、よく回れても3、4週みたいな感じでなってたんですけど、今日やっぱりちょっと思ったのは、やっぱり本当に一番最初にこう言ってた、顎を引いて腰をちゃんとしっかり入れて足首はカチッとする。でもあんまり固めすぎると手を離した時に下になりすぎてもう何もできなくなるので、やっぱりドンドンっていう音も初めはいいんですけど、なるべく指先で体のこう、なんていうかな、バランスが崩れるような力は生かさずですね、まあ、ある程度スッスッスッっていう音がやっぱ変わってきますね。ドンドンからスッスッスッって変わってきて、さっとゆっくりゆっくりやっぱ離すっていう、これにちょっと行き着いたかなと。これするだけで全然やっぱりスーっていうのがですね、戻ってきます、はい。なのでちょっと最近スランプだった時にはやっぱりちょっと顎が引けてなかったことと、あとまあ足を上で上でって思いすぎてて、やっぱり足がばらけすぎてたっていうところでちょっとずれてたんで、今の回った形はですね、確信犯というか、多分こうだろうなと思ってやって、まあ、ある程度あそこまでいけたので、ちょっと形を絶対忘れずにまた継続してやりたいと思います。一応僕の夢はもうこの2018年パニクロ20周年なんですけども、この20周年のライブで、まあ、どこの場所でもいいんですけど、まあノーハンドでこうシューッと何週間もできたらですね、もう引退しようと思ってますんで、ヘッドスピンをそれまでなんとかね頑張りたいと思ってますんで、ぜひ、まあ不定期ですけど、ちょっと気づいたことあったらアップします。久しぶりのヘッドスピンへの道でした。ということで、またチャンネル登録もお願いします。パフォーマーカーさんでした。それではさようなら。